列車の交換2004年1月まで使用されていた腕木式信号機運休中の家城駅、踏切運休中の家城駅の錆びたレール屋城駅の伊勢をくつかた踏切2番線側に出発信号機が増設されている家城駅は三重県津市白山町南手城にある東海旅客鉄道名商線の駅である相対式ホーム2面2線を有する地上駅、構内南側に1番線、 その北側に2番線が配置されている。駅舎は1番線側にあり、2番線へは、構内踏切で連絡する。松阪駅を除くと名称線では、唯一の交換可能駅であるが、2009年10月の台風第18号により、伊勢奥津方面の路線が普通となり、その後2016年3月26日に全線、復旧となるまでの6年5ヶ月の間は、 すべての列車が一番線に入線し転線することなく当駅で折り返し、二番線は使用停止となっていた。伊勢奥津川には枕木を積んだ車止めが設置され、出発信号機も白い印が打ち付けられて使用停止されていた。普通区間復旧に合わせて出発信号機が増設され、一番二番線とも上下両方向へ出発できるように改修が行われた。 また、二両編成のワンマン運転列車に対応したミラーが増設され、一番ホームの構内踏切よりも、松坂方、二番ホームの伊勢を靴方の一部に柵が設置され閉鎖された。このため二両より多い編成が停車する場合は、ドアカットなどが必要となる。駅長は配置されない、駅員配置駅であり、松坂駅が当駅を管理する。名称線所属駅では唯一 JR 全線。 切符売り場が設置されているが、列車到着から発車までの間は、運転扱い業務があるため、その間は乗車券を発売できない。利用時に乗車券を持っていない場合、列車内でワンマン整理券を取って、松阪駅で当駅からの乗車券を購入するか、松阪駅からの列車の車掌、または到着駅で運賃生産となる。夜間における車両留置が行われている。 また2004年1月26日までは JR 東海管内では最後の腕木式信号機が使用されていた JR 東海発足時点で唯一残っていたこの腕木式信号機は使命を終えた後三義鉄道に譲渡され同社の北勢線に上げ駅で復元された三重県統計所によると1日の平均乗車人員は以下の通りであるなお 2009年度から2015年度は2009年10月から2016年3月まで行われていたバス代行輸送分を含んでいる。近くに三重県立白山高等学校があり、高校生の利用が大半である。松阪発21時台の下り最終列車は当駅、止まりで、この列車に充当された車両は夜間あたり駅で留置されていた。そのため、 夜間は当駅の下り線に車両の対白運用があり、翌日の運用に備える体制となっている。かつては最終列車の一本前の伊勢奥津駅列車も20時台に伊勢奥津駅まで到着後、当駅まで改装されていた。しかし、2006年8月20日に発生した港内留置車両が本線に一掃する事故と2009年4月19日に、 別の原因で発生した2回の一掃事故を受け、管理体制の見直しが再検討されていた。その結果、2009年6月1日から伊勢を靴発、たり駅止まりで、回送運転していた列車を、松阪駅まで運転して留置することに変更された。また JR 東海は、上記の最終列車に充当され今後も当駅に、夜間留置される一両については、 別系統の予備ブレーキを使用することによって一層防止の対策を強化すると発表している。この他にも2009年8月1日より名称線の運転を担う運転士を約70名から約20名に限定することと夜間留置の報告義務強化により名称線独自の対策を徹底させるとしている。2016年の全線運行再開後は始発前に 松坂から伊勢を靴まで改装され、終電後はすべて松坂へ改装されており、当駅での車両留置は行われていない。2009年10月8日、台風18号の風水害で、名勝線全線が運休となり、同月15日松坂からこの駅までは復旧したが、JR 東海は、同月29日、復旧が困難なこの駅から伊勢おくまでの間は、 当分バスでの代行運転とすることとした。運賃は、鉄道輸送による金額が適用された。2016年3月26日に全線が復旧し、伊勢奥津までのバスによる代行運転もこの日をもって、運行を終了した。東海旅客鉄道名称線、関宮駅大荷城駅伊勢竹原駅。ありがとうございます。